運がない人、 M さんの話。大きな台風が村を直撃して、山林に大きな被害が出た。 M さんが所有している山林も例外ではなく、樹齢150年近いヒノキのほとんどが倒れてしまった。先祖代々手入れをしてきた山が全滅をしてしまい、すっかり意気消沈した M さんは、それっきり山に入る気にもなれず、昼間から飲んだくれていることが多くなった。それから半年以上の月日が経ち、周囲の山もだいぶ後片付けが進んでくると、さすがの M さんも、山をこのまま放っておくのはまずい、そう思い始めた。何より世間体が悪い。それに倒木とはいえ、樹齢150年のヒノキだ。売れば後片付けの代金を差し引いても、手元にいくらかの金は残るかもしれない。そんなある日、 M さんはちょっと山を見てくると言い残して家を出た。ちょっとのはずが、夜になっても帰ってこない。嫁はどうせどこかで飲んだくれて管を巻いているんだろうと、のんびり構えていたのだが、次の日の昼になっても M さんは帰ってこない。さすがに心配になって方々に電話をかけたが、昨夜はどこにも顔を出していない様子。そこで嫁と近所の男数人とで連れ立って山に向かうことになった。山に近い林道の端に M さんの軽トラックが乗り捨ててあった。歩道をしばらく歩くと、やがて視界が開けてきた。あたり一面に大きな木が根こそぎ倒れていた。150年もの間成長を続けたヒノキの根っこは、大人の背丈よりもはるかに高く、奇怪な姿を地上にさらしている。それぞれが土を抱えたままひっくり返っているので、そこかしこにクレーターのような穴が開いていた。そんな荒れ果てた光景の中で、一本の巨木が天をつくように立っていた。よく見ると、昨日からの強い風に吹かれて、ぐらりぐらりと揺れている。ちょっと奇妙な動きに、男たちが恐る恐る近寄ってみると、揺れるたびに根っこが地面から起き上がっているのが分かった。その浮き上がった根っこには手ぬぐいが引っかかっていて、それを掴もうかとするように白い手が根っこの隙間から伸びていた。数人がかりで揺れる木をワイヤーで引っ張って、ようやく根っこの下から M さんの遺体を回収することができた。その頃にはみんな、M さんの身に何が起こったのかはなんとなく見当がついていた。木は倒れたまま放っておくと、葉から水分が蒸発して乾燥が進む。この特性を利用して木を乾かすのは、葉からしといって、山では普通に用いられる手法だ。木は乾くと軽くなるが、その割合は幹の先端に行くほど大きくなる。
すると、根こそぎ倒れたまま、ほったらかしにされたヒノキは、次第に重心が根っこの方へと移っていくことになる。そうやって半年が過ぎるうちに、大きなヒノキは、再び立ち上がるかどうかの瀬戸際にあったのだろう。そこへ昨日、M さんがやってきた。現地で倒れた木々を見て回っていた M さんは、持っていた手ぬぐいを強い風にさらわれ、それは微妙なバランスを保っていたヒノキの根っこに引っかかる。M さんは引っかかった手ぬぐいを取ろうとして、背丈よりも高い根っこに登り上がり、あの人、とことん運がなかったのね。葬儀の席で、M さんの元嫁は、周囲の人に、そう漏らしていたそうだ。現在は、M さんの遺体を見つけたとき、そばにいた男の嫁になっている。本当に、とことん運がない M さんだ。家族写真。地元に一家心中をしたとか、夜逃げをしたとか、いろんな噂がある不気味な空き家があった。ある日そこに友人たちと侵入した。中に入ると、まさにある日、突然一家全員が消えたのかのような生活感が残りまくった風景が。台所のコンロには鍋が置いてあるし、シンクには使った後の皿がある。家具も全部あるし、子供の部屋には学習机とかジャンプとかおもちゃとかそのまま残ってた。それが逆に不気味でもあったんだけど、いかにも荒廃した廃墟っていう感じではなかったんで、特に何も思うことなく、家中を散策していた。でも一階に一部屋だけ、異様な雰囲気のする座敷の部屋があった。おそらくは客間かな。異様な雰囲気とは言っても、たまたまその部屋だけ日が差していなくて、暗くて怖かったってだけなんだけど。で、その部屋に入って、押し入れを開いた。高そうな布団や座布団と小さな箱が入っていた。その小さな箱を開けると、ここに住んでいた家族とおぼしき人たちが写っている写真の束が入っていた。暇だったんで一枚一枚見ていく。全部で30枚くらいあっただろうか。写真の束の一番最後に紙があったんだが、そこに、ごめんなさい、私は狂っていますって書いてあって、なんだか怖くなって、急いでその空き家を後にした。まあ、これだけなんだけどね。誤報。そんなに怖くないかもしれないけど、お盆も過ぎるかな、くらいの頃。夜勤担当なんで、俺はいつも通り、フライヤー洗いやら、品出しやら、いろいろとやっていたんだ。ちなみにうちのコンビニは、夜勤は一人体制。で、バックヤードのパソコンで発注をしていたら、やたらと誤報が鳴るんだよ。お客さんが来た時のピンポーンって音。
最初はいちいち店内まで出て、いらっしゃいませって言っていたんだけど、客はいない。まあ、誤報はたまにはあるから、いちいち気にはしていなかったんだけど。夏に誤報が多いのは、店内に蛾が入ってきて、それに反応するのかなって思ってる。まあ、その理論でいくと、虫がいない冬場にも誤報があるのは謎なんだけど。作業がある程度済んだ頃、お客も来なくなる2時過ぎくらいに、いつも冷蔵庫に入って、ジュースと酒の品出しをしていたんだ。冷蔵庫の中って音が聞こえないから。いつもバックヤードに鳴る来客音を聞くため、ドアを開けたまま作業をしているんだ。でも誤報があるくらいだから、正直あまり来客音は当てにはしていない。お客さんが入ってきても、稀にならないでカウンターで待たせてしまうこともあるから。だから時々冷蔵庫の棚と棚との間から店内を覗き見て、お客さんがいないかを確認しながら品出しをしているんだ。しばらく作業をしていて、20分くらい経った頃かな。品出しに必死で店内の確認を忘れていたから、カウンターが見える棚の隙間を見てみたら、お客さんが目の前にいたんだ。うつろな目で、朝日スーパードライを見ていた。直後に、俺とモロに目が合った。なんか疲れ切ったような感じの、しょぼくれた人だった。一瞬、心臓が止まるかと思うくらい、びっくりした。酒の棚と棚との間からだったから、全体像は見えなかったんだけど、お客さんがいたことに気がつかなかった。やばいと思って慌てて出て行ったんだ。クレームにならないようにいつもよりも元気に、いらっしゃいませって。そうしたら店内には誰もいなかった。棚に隠れて見えない位置に移動したのかなと思って店内を見て回ったんだけど、誰もいない。トイレも確認してみたんだけど、やっぱり誰もいなかった。あれ？勘違いかな？って思って、仕方なく作業に戻ったんだよね。その時点で、ちょっと心拍数は上がっていたんだけど、もしかしたら、お盆でこっちに帰ってきた人が、ビールが飲みたかったのかもしれないな。品出しも終わって、そう思いながら冷蔵庫を出たとき、またピンポンって鳴ったんだ。今度こそお客さんかなと思って店内に出て行ったら、また誰もいなかった。ああ、もしかしたらさっき見た人が買えないと諦めて帰ったのかもしれない。ってなぜか思って、ありがとうございましたって元気よく言っておいた。今年もまだその店で働いているけど、今年は出てないな。誤報は相変わらず多いけどね。あまりにも誤報が多くて、監視カメラを見てから店内に出る癖をつけたのに、お客さん入ってきたように見えたのにいないんだよな。以上です。怖くなかったかもしれませんけど、俺自身はマジでビビった体験でした。